大手回転寿司チェーンのくら寿司が姫路市の小学校で寿司を題材に SDGs について学べる出張授業を実施しました。姫路市の市立谷外小学校で実施された出張授業には5年生の児童およそ60人が参加しました。大阪府堺市に本社を置くくら寿司は SDGs について関心を持ってもらおうと今年5月から全国の小学校を回り、身近な寿司を題材に消費されず廃棄となる食品ロスの問題などを伝える出張授業を始めています。授業では児童たちが日本ではあまり食べられないシイラやニザダイなども工夫すれば美味しくなることなどを学びました。また回転寿司の模擬販売を体験、客の食べる量を予想して作る量を調節することで食品ロスを減らせることを学習し、作る責任、使う責任や海の豊かさを守ろうなどの SDGs の目標を学んでいました。生理用語とかそういう魚のことを学べて、これからもいっぱい調べたいなと思いました。食品ロスがないように最後まで食べたいです。大手回転寿司チェーンが SDGs に特化した出張事業を行うのは初の試みだということです。